ここでいい結果出さないと皐月賞にはいけないので、まあできたら賞金加算してしたいっていうのがまあ本音でしょうし、はい、カフェ&キッチン向かいマスターのやりたいことをやっていこう、今回もよろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、3月20日日曜日に行われる中山競馬場で行われるスプリングステークスの本命発表と改名、そして、馬券購入からの、レッスン観戦、そして、祝勝会か反省会のいつものような動画になっております。まあ土曜日、競馬やらさせていただきました。まあ中山やってなかったからね、ちょっと何とも言えないですけども、うん、やっぱこのね馬場がねやっぱり重馬場だったので、ちょっとなかなかねこういい結果を出せなかったかなとは思うんですけども、まあ中央競馬に関してはね、まあまあの結果を残せたので良かったんですけども、まああのファルコンステークスはちょっとね的中しなかったんですけどもね、まあ若葉ステークスの方は、本命対抗でもないですけど、まあそれで通らさせていただいたので、まあ、良かったかなと思っております。で、ね、その後地方競馬、佐賀競馬、万栄競馬やらさせていただいたんですけど、まあそっちはね全くいいとこなく終わってしまい、まあ佐賀リベンジャーズもね成功せずってことで、ね、ちょっとねこうもどかしい気持ちで今動画を撮っております。まあこの気分をね一新させるようなね、明日日曜日、馬券が的中できればいいなと思っております。さってことで早速ですけども、スプリングステークスの、本命を発表したいと思います。前回1個前の動画でおすすめ馬が2枠2番の縁起だるまって言ってましたが、まあ結局土曜日ねちょっと中山競馬場レースやってなかったので傾向はちょっと読めないんですけども、まあ今土曜日の10時過ぎなんです、22時過ぎなんですけども、まあまだ雨降ってまして、両馬場っていうのはもう絶対望めないなとは思っております。まあやや重もね厳しいかなと思ってるんですよね。重馬場、力のいる馬場だと思ってますので、まあそういう馬場に対応できてる馬がいいかなと思ってまして、まあ一応本命は変わらず2枠2番の縁起だるまから行かさせていただきます。縁起だるま、まあ、この馬はねちょっとねその馬場重馬場でまだ走ってはいないんですけれども、まあ血統的にルーダーシップのディープインパクトだったら重馬場適性もまあ悪い方には動かないかなとは思ってますし、まだ中山競馬場がですねまだ内枠先行が有利だと思っているので、ワンチャンここで3着があってもいいのかなとは思っております。で、縁起だるまは前走が1月22日中山の最終週、1回目の1回中山最終週で、今回が、で2ヶ月ぐらい、間隔を取ってここに標準を絞ってきたってことで、まあ、ゆったりしたローテーションもいいかなとは思っております。そんな、使い詰めではないので、なんて言うんだろう、上積みが全然あると思うので、ここでもいいかなとは思っております。まあそれに合わせて調教もねしっかり動いてますし、悪い時計は出してないので、まあここはね、ここでいい結果出さないと皐月賞にはいけないので、まあできたら賞金加算したいっていうのがまあ本音でしょうし、手塚調教師もそう思ってると思うので、まあ去年の浅間のいたずらみたいな感じでね、あるかもしれないですよね。前々で粘って、まあ浅間のいたずらはね差しだったんですけど、今回はねこう前々で粘って2着3着とかがあるかなとは思っております。で、まあ人気どころはね皆さん多分いいとは思うんですけども、まあね、このババがどうだろうなと思ってるんですけど、まあとりあえず改名ですけども、もう手広くいきます。本当に
2から、もう2が人気ないのでどれが来ても結構あれいい配当つくなと思ったので、もうマレンワイドで、ピーアストニッシド、サトノヘリオス、ディオで、アサヒ、ソリタリオ、アルナシーム、アライバル、オーケンボルトの、8頭にマレンワイドで流したいと思います。まあ他資金配分してどうなるか、まあ、第一本命どれにしようか今迷ってるとこっすよね。アライバルどうかな、大外の中山コースっていうのは形成杯でちょっとねあまり不甲斐ない結果だったのでちょっと不安ですけども、やっぱ朝日とかがいいのかなとは思います。朝日アルナシームあたりがいいのかなとは思って、その辺をちょっと厚めに買おうかなとは思っております。で、一応あとは阪神大商店ちょっと本命だけ伝えておこうかなと思っております。阪神大商店はもうディープボンド一本かぶりだと思うんですけど、まあそれを上げたほうが面白くないので、まあ、2着3着狙いで、5枠の6番キングオブドラゴンを、一応ねここから買おうかなとは思っております。まあ、3000m 走ったことはないんですけども、まあ、ハーツクライ3区でコロナ族クエストだったらね 3000m でも問題ないかなと思ってますし、まあ馬場もね、まだオモ走ったことないんですけども、まあここら辺、まあ、走ってない分ねチャンスあるのかなと思ってます。もう本当にダメかもしれないですし、全然あの馬場でも走るかもしれないというのはちょっとね、まあ、こう賭けになっちゃいますけども、まあその賭けをしてみたいと思います。まあそういったら縁起だるまも大馬場とか走ったことないのでね、まあ両方とも今回はこの馬場でどうなるかっていうのをの賭けにしてみたいと思います。まあこんな感じで、予想しましたので、今日これから帰って寝て、起きたら競馬場行って馬券を買ってまた戻ってきたいと思います。今週も当たればいいけど、ちょっとねこう人気薄から攻めてるからねちょっと怖いですよね。まあ頑張りたいと思います。はい、おはようございます。今競馬場から帰ってきました。そして、今日の今まで、今9レース中山9レースまで終わったんですけれども、私1レースしか当たっておりませんまだ。そんな、1レースじゃない、2レースか、2レース当たってます。基本的にはでも今日なんか本命の馬4着になってるのが多いですってことは、もしかしたら今日は両方ともレース4着になるかもしれないですね。まあそんなね、始まる前からねそんなあの負けることを考えてるバカいるかっていうね猪木さんも言ってましたからね。まあとりあえずまだ始まってないのでね、当たることを願って、いきたいと思います。で、馬券がですね、こう、ちょっとワイドしか買わないです、縁起だるまから。ワイドから買ってます。昨日の8点、ビーアストニッシド、サトノヘリオス、ディオ、アサヒ、ソリタリオ、アルナシーム、アライバル、オーケンボルトの8頭に、700円ずつ買ってます。で、よいしょ。で追加で生まれんが3点だけ買いました。朝日とアルナシウムとアライバル500円ずつ買ってます。でワイドで追加でその、3頭に、足してます。まあね額あんまりドガッと買わなくてもね、ワイドついても10倍以上つくので、もうこれだけで結構いい額になってるような気がします。で、スプリングステークス、12100円使わせていただきました。で阪神、キングオブドラゴンから買ってるんですけども、まあ、ワイドでこんな感じで買ってます。500円ずつ、ワイドで、シルバーソニックと、アイアンバローズ、ユーキャンスマイル、マカオンドール、ディープボンドの、あとマンオブスピリットの6点買ってます。でウマレンはそこにユーキャンスマイル抜いた馬券だけです。でもうこれは、いくらだ300円しか買ってないです。まあ、ね、11番が圧倒的一番人気なんでね。であとはこう付け足しでよいしょ、
阪神大賞典、6番11番の馬連を2戦追加と、あとはシルバーソニックとの馬連を500円追加しております。とあとワイド6番11番4戦追加しております。で、これで阪神大賞典が1万1000使わさせていただいて、トータルで2万3100円で勝負させていただきたいと思います。今週も的中できるように、頑張りたいと思います。まあ頑張りたいっていうか、もう勝ち方が頑張るのもあれですけど、まあこれからちょっとレースを見ていきたいと思います。はい、スプリングステークス阪神大賞典終わりました。皆さん結果はどうだったでしょうか。私の本命縁起だるま、阪神大賞典本命キングオブドラゴン、どうだったでしょうか。結果は残念、縁起だるまが4着のキングオブドラゴンが6着でした。4着、縁起だるまはね、直線入った時ちょっと一瞬夢見ましたね。アライバルと一緒に伸びてきたから、あ、これはと思ったんですけども、やっぱ直線坂でやっぱちょっとね力尽きたというか、里のヘリオスに刺されて、まあ、リオにもねちょっと危なかったんですけども、やっぱりこれが、やっぱ実績が足んなかったのかな。やっぱ未勝利勝ちで、まあ2ヶ月空けてのここだったんですけども、やっぱ弥生賞のボーンディスウェイみたいなことにはならなかったですね。まあでも惜しかったっちゃ惜しかったんですけどね、あの直線はね、やっぱ夢見ますよ。多分皆さん見たら分かると思うんですけど、縁起だるま直線入ってね、アライバルと一緒に伸びてきて、おっって思いますからね。まあね、そこまでだったんですけれども、まあビーアスト西東がね、いい感じに逃げてたので、うん、これはまあね、共同通信杯とかとも同じような感じで行ってたし、まあちょっとね、岩田騎手ね、前日の若葉ステークスと連チャンで逃げ切っちゃってるんでね、これ皐月賞どっち乗るのかが気になるところですけども、まあうん、まあ今日のレースはどうだろうね。弥生賞に比べたらちょっと怪しいですけど、まあ残念な感じ。阪神大賞典はね、キングオブドラゴン逃げてほしくなかったんですけどね、やっぱり行っちゃいましたね。そうですね、やっぱダンビュライトぐらいの位置につけてほしかったんですけども、まあしょうがないのかな、やっぱ逃げ馬なんで。まあね、前走が2番手につけてたからね、番手とかにつけてほしかったんですけど、まあこれもしょうがないっすよね。まあ若干3000だと長いのかなって感じのレースっぷりでしたね。まあそんな感じで、今回は両方ともちょっとね、残念ながら惜しいって感じでしたね。惜しかった。本当スプリングステークスはね、もう夢見ましたよ。よくジョッキーがね、レース後のコメントで言ってるような感じでね、一瞬夢を見させていただきました。まあそれだけでもね、まあ、11番人気だったんでね、夢見させていただいただけでもありがたかったかなとは思います。まあね、さっきの言った通りね、今日は4着置いてたけどやっぱり4着でしたってことで、まあそんな感じで今日は、終わりたいと思います。はい、ということでカフェ&キッチン向井マスターのやりたいことをやっていこう、3月20日中山競馬場で行われたスプリングステークス、阪神競馬場で行われた阪神大賞典の、本命と買い目、そして、馬券購入からの、レース観戦、そして今回は、まあ、反省会ですね。反省します。もっともっと勉強します。で、終わらずに、明日まだ中山競馬場がある、中山と中京があるので、ちょっとね、もうフラワーカップ明日仕事あるので、前日買いになっちゃうんですけども、一応もうちょっとだけ買っときました。こんな感じで、フラワーカップ、10番のデインティーハヤトから買っております。菅原明ちゃんから買ってます。もう、全然予想せずに、もう結構ノリで買っちゃった感じなんですけども、まあまあ、中山、がね、中山でしか走ってないっていうね、この馬をちょっとね本命にしてみました。まあ、まあ当たればいいなと思ってますけど、まあどうだろうちょっとわからないですけど、まあ、こんな感じで、今日の動画は締めたいと思うんですけども、まあ、ちょっとねこの後もしかしたらね、サガリベンジャーズの動画でも撮ろうかなとか思ったりもしてますけども、ちょっともうね、
負け、今日負けに負けたので、今日はね、もう諦めようかなとは思ってます。で、まだ集中にね、今週ね、船橋ライオライト記念ありますし、まあね、今度の土曜日はね、なんといってもドバイがありますので、ちょっとね、今週は楽しみな週になるかなとは思っております。ちょっと今週というか、まあ来週か。まあ今日負けちゃいましたけども、またね、頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひ応援してくださる方、この番組見て面白いなと思った方はチャンネル登録と高評価、一緒に皆さんで盛り上がっていきましょう。お願いいたします。はい、それでは最後までご視聴の方ありがとうございました。それでは、次は週中にあげるか、また週末にあげるか分かりませんけども、次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。